はいどうも皆さんこんばんは、うちきのです。今回はね、動画を見てくれている人のコメントでこんなコメントがあったので、まずはそちらを紹介していきます。はい、まず最初に長文失礼しますと先に謝ってこられているんですが、まあ、王子さんはね、コメントやわからないことを聞いてくれる場合には長文で質問してくれる方がありがたいです。わからないとかできないとかの一言でコメントをもらっても、まあ人によってその対処法っていうのが違ってくるので、こういったね、細かく説明してくれる方がこちらとしては返事がしやすいので、逆に長文で言ってくれた方がわかりやすいのでこちらとしては助かります。はい、それでね、この方のコメントを読んでいきますと、しっかりしたい動画を上げてほしいです。いつも見てます。ありがとうございます。はい、読むのがね遅いので動画上ではカットしているかもしれませんが、まあ要約すると、アリーナランクをプレイしていてもうちょっとでマスターになれたのに、この予測エラーっていうのが発生してまともにプレイができずにポイントが解けました。この予測エラーはグリッチなんちゃうかって、知ってることがあれば教えてくださいとのことです。はい、このね、予測エラーに関して調べてみると、おそらく予測エラーは右上にこの表記が出ることだと思います。まあ、このエラーが出るとプレイ中自分だけがその場から動けなくなり、何もできないっていう状況になります。まあ、だけどね、敵は動けるのでその間にやられてしまいます。まあ、このエラーが出る原因はサーバー側の問題で、直し方なんですが、まあ、結論から言うとおじさんでは分かりません。まあ、ですけどね、これが発生する原因っていうのはなんとなく分かるので、まずはこれが起こる原因を紹介していきたいと思います。はい、これはね、聞いた話にはなるんですが、 PS4 の方はこの状況によくなるみたいです。まあ、アリーナだけじゃなくてカジュアルなんかでもなるみたいです。 PS4 Pro とか PS5 ではなりにくいみたいなので、普通の PS4 でプレイしているユーザーの方は良くなるみたいです。まあ、ですのでね、誰かが意図的にグリッチを使用しているとは考えられないかなと思ってます。まあ、ですのでおそらくなんですが、 PS4 のスペックが今の APEX の環境についていけていないっていう可能性があります。まあ、ですのでね、その場合の対処法としては PS5 などに変更をしてスペックを上げるのがベストかなと思ってます。まあ、おじさんはね、プレステ自体を持っていないので確証はないんでね、 PS5 を持っている人の意見っていうのを参考にして機種を変更するのがいいかなと思います。はい、それでなんですけど、今 PS5 を使用していてこの予測エラーが頻繁に起こるって方はコメントなどで教えていただけると助かります。まあ、おじさん持っていないんで、おじさんの代わりに教えてくれると助かります。じゃあパソコンでプレイするといいんじゃないって思われる方もいると思うんですが、まあ、実はね、この現象おじさんもなります。まあ、おじさんはね、PC 環境でプレイしているんですが、それでもなります。まあ、ですけどね、その予測エラーが起きるのは決まっていつも同じパターンでなるので対処できているといった状況ですね、おじさんの場合は。まあ、おじさんの環境でこの予測エラーが起こるのは決まって夕方の5時頃とか夜の8時から9時の間に起きやすくなっています。まあ、おそらくなんですが、これは全国的にね、 APEX をプレイする人が一番集まりやすい時間帯になっていて、サーバーに負荷がかかっているからエラーが起きている可能性があります。まあ、それかね、おじさんのネット環境の方がその時間帯に集中するっていう人が多くて負荷がかかってつながりにくくなっているんだと思っております。まあ、ですのでね、対処法は簡単で、おじさんはね、この時間帯に APEX をすることはないです。まあ、ほぼ毎日のようにこの現象が起きるので、まあ、それならばこの時間帯はずらしてプレイしている人口が少なくなった夜11時以降にプレイをするようにしております。まあ、この方も言ってたんですが、まあ、こういった自分の力とか敵の力が関係なくやられてしまうのは本当に悔しいです。まあ、それがね、原因でプレイをしたくなくなるのも悲しいです。APEX をプレイしなくなるのも悲しいです。まあ、ですので対処法をまとめると、自分の使用しているデバイスをアップグレードしてみる、次にプレイしている時間帯を変更してプレイしてみるってことですね。まあ、これがね、予測エラーに対する対処法になるかと思われます。まあ、アップグレードしたりするのはお金が多くね、かかっちゃうんで、いっぱいかかっちゃうんで、まあ、すぐにはできないと思うので、プレイする時間帯を深夜とか早朝なんかに変更するのがおすすめになってます。まあ、その場合は勉強とかね、仕事がおろそかにならない範囲で環境を変更してみてください。まあ、学生なら今は勉強することの方が大事なので、勉強をして余った時間もうまく使ってゲームを楽しんでください。
はい、今回はね、APEX で起きる予測エラーに対する対処法を紹介しました。もしね、皆さんの中でこのエラーに対する対処法などを知っている方がいらっしゃいましたら、コメントなどで教えていただければ助かります。まあ、みんなね、環境が違うので、いろんな人の意見が集まると解決できるかもしれませんので、コメントしてくれれば大変助かります。はい、それではね、今回は以上になっています。ご視聴ありがとうございました。